気仙沼市の東日本大震災以降、伝承館で福島第一原発に関する特別展が開かれました。特別展は今日一日限定で開かれたもので、資源エネルギー庁の職員がジオラマやパネルを用いて廃炉の進捗状況やアルプス処理水の海洋放出などについて説明しました。IAEA っていうですね、世界 の、 その原子力関係の機関の、お墨付きも得ながら、日本としては、アルプス処理水を放出しています。訪れた人たちは時折質問を挟みながら、職員の説明に真剣に耳を傾けていました。生まれてすぐだから何があったんだかわからないっていう子もいる。で、年寄りの人は亡くなっちゃった。これはもうやっぱりこう伝承館じゃないけど伝承するべきかなと思います。今第一原発、福島第一原発がどうなっているのかというのをまずは知っていただく、その上でこう関心を持っていただくことがやっていただきたいかなと。伝承館では今後も防災意識向上や震災の記憶の伝承に努めていきたいとしています。